はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日2月8日ですね。なんか新しいの来てそうな感じ。はい、やっていきたいと思います。おっと、結構いろいろ来てますね。ファスナハトラーの衣装、まあまあ無料なんで。アパレルもこれで消えちゃいましたね。何これ。グリースゴブリン、はあ。あとキャンプなんかいただける感じなんですか。取り付けた、どこです。ああへえ、ああなるほどね。いいじゃんいいじゃん。あと久々ユーティリティだね。使ったことないんだけどまあ無料ってことでいただいておきましょう。あとおすすめ品確認していきましょうか。グリースゴブリンのバンドルということで、この衣装とぬか的な、はあへえ、バラ売りもしてますぜみたいなね。あ、これは作業台か。フリーサージャケットとか持ってんじゃないこれ。これ欲しいな。はい。この辺は前もあったね。よし。じゃあ続きやっていきましょう。はい。まあ、そんな感じで本日はセカンドチャンでやっていきたいと思います。記憶ないんだけど、まあ、2日ぐらいちょっと空いたかな。前回パートからね。サウナ行ってたりとかね。まあ、サウナでもデイリー消化したりとかね。レベル上げというか武器拾いとかやってたんだけど、今回変わった点が1点あります。ですね。まあ、若干ストーリーの方を進めたんだけど、おお、デイリーオプス早速あるな。早速ちょっとデイリーオプス行っちゃいますか。行っちゃいましょう。NPC が来ました。我が家にも。世界が挨拶をしてたわ。はい。まあ、そんな感じ。やっていこうか。クランベリーレディッシュは若干作ってるから、食べていきましょうか。一個ね。よし、行こう。あと手荷物整理して、るからこのまま出発してもいい感じ。よし。なんかタイミングよくログインできた感じなんだけど、どうだろう、もしかしたらさ、どうなの、なんて読むの、アクスポエクスター、よくわかんないけどさ、パーティー終わったとこなのかな。まあデイリーオプス出発するまでちょっとこっちでやっていきましょう。ちょっと降りるわ。早速カーテンつけちゃおうかな。じゃん。芯じゃないんだよな。壁の装飾。いっちゃん下？この辺？これだよな。はい、そんな感じ。外にはつけれないかな？はい、いい感じじゃん。あ、かわいい。かわいいけどちょっとうるさすぎるな。ちょっとうるさすぎんな。ちょっとうるさいな。解体して。ちょっとうるせえな。こっちの方がいいか。はーい。あ、まじ、なになになに？じゃあいいんだけど。なんだよ、それ。ちょっと解散するわ。解散してさ、チーム離れて、
カジュアル作っときますわ。いやーちょっとこれどうだ、ちょっとうるさいな。もっと白っぽいカーテンのがいいな。これちょっとうるさいよね。いやーちょっとやっぱない方が素敵、ない方がいいわ。はい、まあそんな感じでやっていきましょう。寝ましょう。青さん、雑誌が増えましたけどね。はい、じゃあ本日のデイリー確認していきましょう。あ、ウィークリーも更新されてるね。カルトも結構。コロッサスプログラム。あれだよね。モノンガのやつだよね。あと、ゴールドスターデイリーチャレンジさん、少々集める。ピットを完了する。鉛。あと、デイリーだな。グループに参加してクリーチャーを倒す。トロックを倒す。まあ、久々、行くしかないよね。久々行くしかないよな。ザ・ピットにな。はい。閉めて。やっていきましょう。で、またクリーチャーを倒すってのと、同時になんか達成できそうよね。これが。あのピットの後半部分ね。まあ本日もちょろそうな感じはするね。よし、これで最後だ。はい、ですね、あとはどうだ。まだいいんだけど、まあこれも普通にさいけるよな。まあたっぷりって感じだな。よし、じゃあ頑張っていきましょう。よし、こう。よし、行こうか。これ、しゃがんで乗ると、ちょっとバグる感じがあるのかな？よし、時間的には、今55分なんで、0分の何かのミッションが発生しそうな感じなんで、5分間ちょっとね、他ごとしときます。はい。じゃあちょっと5分ぐらいカットしますね。お茶がある限り、と思ったけど、なんか発生してんぞ。デイリーオプス発生してるわ。行こう。はい。そんな感じで、せっかくさ、他ごとしようとしたけど、デイリーオプスが発生したんで、そのまま行きたいと思います。よし。行きましょう。まあ、このままさ、手荷物いっぱいになって、そういうこともないからね。よろしくお願いします。よし。行くぞ。シグナルリピーターを修理する。ありがとう。ああ。こういうことね。はい、そんな感じで。あ、降りちゃった、降りちゃった。はい、チェーンソーを使うんで、FPS 視点で今回やっていきます。よし、リピーターが復旧。一つ目のアップリンクのところへ行け。
まあ無視していきましょう。まあ目的地まで一気に行っちゃおう。いやーみんなレベル高えな。行けそうで行けんわ。行けそうで行けないわ。待ってー。よしこ。信号の調整を開始した。気をつけろ。お前さんは蜂の巣を蹴ったんだ。いっぱい来たぞ。よし、チェーンソー、チェーンソー。うわ、こんだけいっぱい来たらちょっと下がろう。かける3になっちゃってるね。これ結構ばらけるんだよな。ちょっと行くわ。若干鬱陶しい感じだな。どこ行どこどこ。あ、こっちにもいいんだ。リロード。回収していきましょう。うん、なんか久々に FPS 視点でやると結構ね熱いね。でさっきなんかちょっと見過ごしたけど、なんかクエスト発生しましたよね。はいはい、頑張りましょう。スーサイダーの音がするぞ。侵入者へ通告。不明に名乗りなさい。いやだって。来た。ガツイガツイ。どうだこれ、このぐらい離れる分じゃダメか。なんかちょっと噛み合わない話だな。近接じゃないと倒せないから、離れちゃうと今あの右上の前あのかける3になっちゃってるから。まあ寄ってきたやつをこうやって倒せばいいのか。これかける3になってるもんな。あ、レベル上がった。ありがとうさん。あいつら寄ってこねえぞ。この範囲ならいいのか。行きましょう。気をつけて行けよ。武器を構えろ。奴らの注意を引くんだ。
よしこ。もうバラバラでいいからな。ガッツィー。あと向こうか。あ、主食があるわ主食があるわ。オッケー。はい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 。弾回収して。ガッツィ。オッケー、お疲れさんでした。はい、通常画面に戻します。はい、そんな感じで終わりました。じゃあ戻っていきましょう。おっと、やべえな、ギリギリじゃん。ギリギリではない、あと1分ぐらい余裕あるけどね。はい、そんな感じ。さて、どうでしょう。フォア3つ。ヴァンパイアのショートプラズマライピストル、ミートバックの収納箱。お疲れさんでした。じゃあ戻ってパーティー、カジュアルとか入って今5分過ぎてんだけど、0分か何かクエストが残ってたら。チケットは最終戦争とよく合います。実のところ茶は何にでも合うのです。お会いできて嬉しい。実に素晴らしい。なるほど。とりあえずパーティー抜けちゃうか。お会いできて嬉しい。実に素晴らしい。レニアムヒーフィーバー。まあ皆さん忙しいみたいなんで。紅茶と最終戦争とよく合います。実のところ紅茶は何にでも合うのです。まあ戻っていきますか。お、ちょっとこの辺ちょっと肉分泌腺とか集めとかないとな。やべえな、寄生虫に食わした。ん？いいかな。はい、全然飛ばねえじゃん。はい、じゃあついてこのままピットに行きたいと思います。ピット後半から再開してきますね。前半戦はちょっとなんか、ダルダルなんで、後半のトロク戦がね、メインになってくるんでね。それまでカットしてやっていきたいと思います。はい、そんな感じで、ピット出発して、3人一気に集まってくれてね、いい感じの展開です。後半戦に突入ということでね、何人だっけ ?10 体だっけ。でも油断は禁物。決して油断しないで。10体だね。頑張っていきましょう。いやー、このさ、アイテム拾うので、プリズムコアリロードしまくっちゃってさ、リロードして復活したら、なんかもう150発しかない状況とかになりかねなくない？そんな感じ。あっ、行こう。いやー、デイリー頑張ってんなーって感じでね。ウィークリー頑張ってんなーって感じでね。皆さんやっておりますよ。やっと、ちょっと、武器壊れそうだわ。
ミニガンじゃねえぞ、いっぱい取りすぎて。オッケーオッケー、声すんだけど。あー、もういっちゃう、よし、いっちゃうぞ、やっちゃうぞ。オッケー、オッケー、一気に達成できんじゃね。そろそろ10体達成。リロードリロード。よし、トロック10体達成しましたな。クリッチャーも関係してるからさ。オッケーオッケー、お疲れさんでした。気づいたら手荷物いっぱいだわ。助けてくれて、はいはい、お疲れさんでした。そう、気をつけ。はい、よいしょ。まだ、ありがとう。よし、帰ろう。いや、手荷物どのぐらいいっぱいか見てなかったけど、かなりいっぱいだよね。このまま帰るわ。このまま戻って、まあ、ぬかワールドのとこでさ、飛んでるから。いやー、111、VZ58 ちゃんも、開始レベル知らんけどさ、自分もここ来て2ぐらい上がってるからね、いい感じです。空を飛ぶ準備はいい。はい、帰りましょう。乗りな、エンジンをかけるよ。いや、そうなんだよな。あの、この武器ってリロードそんなしちゃダメなんだけど武器、あの、拾うのでね、結構やっちゃ大変だったわ。あ、もう忘れてるしね。戻るときに武器変えて 5.56 段にしとくとか忘れてるわ。コアなんか、あの、すぐ簡単に作れるから、そんなに報酬でもらわなくてもいいんだけどね。はい、まあ、そんな感じでトルック10体、あとクリーチャー系のやつもね、だいぶ追い込みかけれて、まもなく終了。情報量多すぎて全然見てなかったんだけど、もうなんか気分的になんか手荷物いっぱいでどうしましょうみたいな。はい。まあ、このままやっていきますけど、目的をカジュアルに変更しちゃいますね。あとさ、フレンド、来てんだけど、どちらさんですかねみたいなね。みたいな。お願いします。知らんです。みたいなね。はい。これが入手できたやつか。ミュータントスレイヤーハンドメイド入れていきましょう。グルマンズパイプレンチ、おっと、レジェンダリー少々500か。500も結構すぐ溜まっちゃうんだけど、1日300までしかいけないからな。まあガツガツっと入れちゃいましょう。あっと、特にないか。オッケーオッケー、まだ手荷物いっぱい。ちょっと整理整頓一瞬で終わらせます。ちょっと整理整頓します。いやー、結局さ、売ろうと思ったけど、もうだいぶ処分してるみたいで、特に整理整頓ってわけじゃなく、ほとんど分解した感じ。はい、じゃあまあ本日のデイリー的なのやっていきますか。うわ、リロードしちゃった。17発しかねえんだよな、さっきのやつ。リロードした瞬間17発とか勘弁してほしい。はい、まず自宅の方戻りましょう。なんか自宅の右上に、マーカー設置されてるね。ハイボール飲みます。武器しまって帰ってきましょう。
まあ、特にねえんだけど、あとさ、コアのリチャージャー置いてんだけど、特にね、拾いすぎちゃってそんなに必要でもないよな。序盤は本当に助かったけどね。はい、個人ターミナルチェックしていきましょう。予定表どうだ？おっと、開始可能ですね。なんか地味にさ、ポッサムバッジもこのクエストと、キャンプファイヤー的なのを、まあ、頑張ってやってるから、4つとか、ファーストの方は溜まってきてるし、セカンドちゃんも、何も聞かなくてもあなたの物語を書けると思う。書いてちょ？書いてちょよ。今のところ仕事も何も降ってきてない。でも、まだマシか。雨が降るに。はいはい。まあいいや。やっていきましょう。どんどん行きましょう。あと、まあ、ピットの充電系のクエストもあるんだけど、え？うん、なるほどね。カルト狂信者殺しに行きますか。お、その前になんかここ発生してんな。途中参加だけど行ってきましょう。ここ行ったら、カルト系のとこに行って、やっていきましょう。いや、地味にね、ポッサムバッジ集めるの。誰かいないか。助けが必要だ。キャンプが。8個集めるじゃんね。8個集めると大容量になって100ぐらい増えるんだっけ。はい、始まった。はいはいはい。あ、111ちゃんいる。来たー。あと4。どこ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 。あ、いるわ。オッケーオッケー。経験値うめえな。どこにいる？巻いて、またレベル上がっちゃった。すげえ。達成しましたな。クリーチャーを20体。まあこれでまた手荷物いっぱいになっちゃうんだろうな。そうそうそう、今みたいな感じでリロードしちゃうの。ほんといかんわ。なるべくこうやっとって、この時点で押して回収ってしないとな。分かってんだけど。全然減らねー。だいぶ減ってない HP。よし、スーサイダー真横にいんじゃん。おーいえー。はい、お疲れさんでした。お、手荷物若干まだ余裕あるね。パイレートパンチ、これなんか初めてだわ。追加の弾丸。よし。どうだ、ラッキーホール。
ラッキーホール、うんって感じね。結構ね、行くと殺されてることがあるんで、プライベートサーバーでぐるぐるっと回ってもいいのかもしれないけど、行きましょう。とりあえず3体外にいて、知らんけど。あ、いるわ。いらっしゃいました。手荷物いっぱいになっちゃった。サバイバルテント。ファーストではここでさ、ハンドメイドライフル、分解、素材手に入れるので、結構来てたんだよね。まあいいや、ちょっとね。中になかったよな。ちょっと今だけちょっと突っ込んで、後でまとめて分解するんで。うわ、右側もやっぱさっきのとこ、たんまりだな。まあ、このぐらいでいいだろう。このぐらいでもう、いい感じ。行こう。でも、右下のプリズマコア ?5 つなんで、で、2、3回リロードしてるから、どのタイミングで、なんか10発ぐらいのとかあるのかな?またここはラットローチが2体、狩られてなければここにいるんで。ゲイ。カルト。いらっしゃらない。ここ空いてる時点でもう怪しいんだよな。よし、こう。いや、ここはかなり来たぞ。かなり来たけど、ここの中のロッカーがまだ見つかってないんよな。え、まだ死んなかった。やっぱ来るよね。で、レジェンダリーの人がここに。あれ、死んじゃったか。よし、じゃん。わあ、手荷物いっぱいになっちゃった。お、人材の槍。やっぱハンドメイド入手できるな。一応さ、手荷物326で、50マシまでいけるから、ファストトラベルは可能。で、ここにさ、キーを入力して入る部屋もあるんだけど、うわ、弾なくなった。ん?どこ行った?なんで逃げてくんだ?どこ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 、めっちゃレベル上がるわ。はい。で、オッケー。ハンドメイドライフル、どのぐらい入手できるのかな。ガトリング。いいな。2体ぐらいいる。けい、大爆発。
私たちを見守りたまえ。ここか。オッケー。手招きをしている。で、あ、鉱石もすごいいっぱいあるんだけど、ラットラットもね、湧くよね。ここ入れんだよ。来いよ。来ないか。よし、殺し一個。めちゃあるでしょ、鉱石。ここには一体しかいないからな。はい、お疲れさん。あっと、ここに、ケミストリーステーションあるわ。ちょっと分解しまーす。はい、分解しましたけど、よし。まあ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 、1日でさ、これウィークリーだからね。ウィークリーで、まあ半分この日で達成できたし、いいんじゃないでしょうか。レジェンダリー証書もな、すぐだしな。まあ、じゃあ、そうだな。ホワイトスプリングのクエストを受けて、一個ね、どっか出かけないといけないのがあるから、それと同時に、デイリーのさ、虫よけと、汚染物質取るやつを同時にやっていきましょう。じゃあ、ちょっとカットしますね。はい。ヤオグはいるかな？いるね。よし。こん中にもいるんだよな。グール一体だけ？おうおうおお。オッケー。はい。虫除けをもう全部使ったんですか？当然もっと水飲んじゃおう。これがリストです。前回のはきっと置き忘れたんですよね。はい。どうだ、どんなやつ。ここい、あ、またなんか怪しいやつがいるぞ。うん、そのまま達成だね。キャップの後に来ないか。すべて見つけられたんですね。来なかったね。じゃあ次行きましょう。これを飲むとあなたは昆虫にとってとてもまずい。あー、懐かしいな。まだボルブスーツ着てたんだ。もう気づけば111だからね。一応さ、ストーリー的には50以降になんか一気に進めてる感じなんで。はい。ブラックバグ。白星。うわ、またリロードしただ。残り60残して、178か。これまとめて使っちゃわないとな。経験値うますぎ。はい。あなたはまだおたまじゃくしですか。はい。どうですかね。スカウトの仕事は終わりがありませんね。どれだけ有毒な変異性廃棄物を片付けても、133はまだマシだから。うちは良き隣人の行いではありません。なりたいでしょ。だと思いました。どこでしょうね。はい。近くじゃん。ほら、消えた。消えた。これ消えちゃったら達成できないんだよな。はい、じゃあもうちょっとこれはちょっと無視しましょう。なんかちょっとがっかりだな。よし、じゃあ写真撮影やっていこうかなと思ったけど、なんかここは発生してんな。メタルドーム。
7分経ってる。ちょっと参加して報酬だけいただいちゃいましょう。レジェンダリーコア、レジェンダリーモジュール、なんかよく分かってねえんだよな、どっちがどっちだか。なんかラスティピックでなんか交換できるのもあるんだけど、コアかな、レジェンダリーコアが数が少ない感じか。よしこ、よろしくお願いします。お疲れ様でした。はいはい、ありがとうさん。これ500ぐらいで売るかよし、じゃあ行きましょう。どこだ、まず写真撮影。たまって、あ、これは違うな。ラスティピックの You Mine It 自動販売機撮影行きましょう。到着？カメラ。下のとこだっけ？下にあったよね。これ違う。気のせいか。なかったっけ？アサルトロンいたんだ。いや、ねえぞ。外？いやー、この写真撮影は初めてかもしれんぞ。クラフト系はあるんだけど、やっぱ外か。まあ、使わないから。はい、こっちないよな。やっぱ外かな。いや、 UFO キャッチャー違うよな。いや、バグっとるじゃん。ローディング投げるぞ。なんかあるのか、外で。イベントが発生してんのか。はい。これか。これでした。あと、ウェルチ駅。あーはーはー。ウェルチ、行ってなかったか。ま、イベントはね、飛んでいけるんで、イベントはま、ちょっとやらずにね、行きましょう。ファーストでは、結構ウェルチ駅は行ってた記憶があるんだけど、うん、セカンドちゃんはなんか、左下の方は全然ね、行ってなかったみたいだね。はい、まあじゃあちょっとこれやっていきましょうか。まあミサイル撃ち込むために、やっていくんだよな。モールマイナーの声するぞ。
あと1個ウィルチャン剣。こっちで、あの修正性っていうのがあるからな。標準プロトコルを発動、待機してください。まあ経験値おいしいし、やっていきましょう。ユーザーの介入が必要です。基本のエラーを検知、特に配列構成を確認してください。OK、温度の異常を修正、リモート接続を再開します。はいはい。ユーザーへ通告、信号の接続が確認できません。振幅の強化を要請します。はいはい。エラー、チューブの異常な電圧を検知、至急信号復旧、接続プロセスを再開します。どう？もう一個。ユーザー不具合を発見、メカニカルサポートを要請します。コンポーネントのバイパスを検知、機能を再開します。はい。いやーでもなんか広くなくてよかったわ。システム配置完了、信号通信アクティブ、ターゲットをロック。はいはい。至急避難してください。繰り返します。至急安全な距離まで離れてください。なんか湧いてんな。あの土地勘がないからわかんねえぞ。この辺か。向かいましょう。そうか、ここだわ。ここここで医療品の端末撮影。OK。これはあれだしね。怪獣を駆除しました。ご協力ありがとうございます。はい。どこですかね。あとウルスバーグ駅のベンダーポットレスポンダー。ああブライトもあるか。ブライトもさ、あの取りに行くか。ブライトのスープがクリティカルマシだっけ。うん、そんな感じで、結構、なんで、サバイバルテント張る場所はね、草食動物的にな自分としては、ベストな位置なんじゃないかな、と思ってはいるんだけど、ブライトのスープは飲んでなかったわ。そう、クリティカルもそんなに使わないしね。あんまり使わないんだよね。PA バラ巻きうちはね、わわわわわわ。こっちだよ、こっち。どこ行くの。オッケー。あ、ここはロッカー系のやつできたっけ。発見。いっぱいあるなぁ。どっかこの辺置いて、いつでも来れるようにしときましょう。
まあそんな感じで、ボルト79のクエ関連のクエストも発生してんだけど、それも早く終わらして、近海の方もね、セカンドちゃんでもね、だいぶ、今、どうだ ?200 あるんだけど、まあこれもらったやつだしね、ボッサンバッチ4つ溜まってる。はい。ダッチェスはいいとして、これはメインだし、あと、ここね、休憩。行きましょう。まあ、録画後は、サーバー移動して、汚染物質のやつ納品を終わらせていきたいかな。そんな感じに思ってるけど、さて。ベンダーロボちゃん撮影するだけでいいのかな?いっと。オッケー。じゃあ、スキッピーのとこまでカットしまーす。見つかったか?いつもながら手が空いてた。はい。これで、エネルギーは満タンだったんだけど、あと問題はカウンターだよな。エンカウンター、どこにいるんだ?何かよ。ちょっと探しますね。エンカウンターって比較的、目立ってカーソルが表示されるから分かりやすいと思うんだけど、ちょっと見つかんないんで、まあ、今回パートはこんなとこで終わりたいと思います。ちょっとサーバー変えて、まあ達成するかもしれないけどね。お疲れ様でした。ありがとうございました。